号星諸君、うちは宇宙一の番長になるためこの炎の内部学園にやってきた。転校者問われて名乗るもおこがましやが、しやざいて聞かせましょう。先陣を切れ、駆け上るファーストペンギンのごときその姿、まうねメッシの雷のようだと人は言う。宇宙に名をとどろかすため、今日も舞う。出してこの世界に踊りよ。走れ青春の稲妻、足取り軽め、とどろきはじめ。そう、うちの名はとどろきはじめ。よろしく、おっす。今日まで炎内部に携わったすべてのスタッフさん、エンターテインメントを生み出し続けた先輩タレントさんや会社、それじゃこの場にいる皆さんに、会社の制限付け。今コメント欄を初めて見たんですけど、なんか思ってたん違うな。ちょっとあれ、番長の威厳示せてないまで、あの子にゃ、最初の工場ちゃんと、あれ8話にわからん。ちょっとそこまでとは思わなかったな。受けたらなおよし、滑るもよしだから、これポリシア、初めのポリシア。まず大きな夢がね、一つありまして、青春すること、みんなと青春すること。初めは結構あの聞くとですね、あの悲しい言葉がありまして、まあ、あの頃は青春だったとか、私の青春はもう終わったとか、まあ、聞くとあの悲しくなっちゃうんですよ。そんなことないよって思うんで、まあ、なんであの青春は誰でもいつでも好きな時にできるんだよっていうのをテーマにやっていきたくて、まあ何をもって青春と呼ぶのかはちょっと分かんないけど、まあ、心がね動かされて行動を起こしたりとか、その日からの景色が変わったりとか、まあ、そういうことを全部青春って言うのかなって思ってます。はじめ理論、まあ、その中でもはじめのね青春の夢が、まずリグロスメンバーと、武道館ライブをする。やりた、みんなと同じ空間で盛り上がりだ。バチコーン、できな。では、皆さん、また会える方はまた後で。おし、あのさ、終わりの挨拶も明日みんなで聞きましょう。あれね、ぜひ見てください、可愛いので。あのバイバイみんな、ありがとう。あれ、よいしょ、エンディングです、バイバーイ。ブンブンブン、おっしゃ、宇宙一の番長になるため、あれ違うな、なんかちょっともうさっきので頭がいっぱいになってしまって。なんだっけ、このライブデバイスからデビューしたリグロスの番長を届け始めです。よろしくお願いします。イエーイ。みんなやっと番長のおしゃべりを聞いてくれてありがとう。なんなんそれ、最高だった。可愛かったでしょみんな。可愛かった、本当に。やめてくれそんなにあげるのは。ありがとう。赤ちゃんですこれが。違います。そう、可愛い喋り方ではあるんだけど、やっぱりね、あの番長の独特のなんかこうかっこいい、こうワードセンスがかっこいいんです。ごめんなさい、なんか隣に、ね、いるんだけど真似してるやつ。あ、トロクハルおさっきの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 おさわー、いや、どうしよう、なんか自分の声が追いかけてくるんだけど、これどうやったら止まんの。なちょ、マニちゃん、どうし見てますか、マニちゃん。すごく喋りづらいんですけど、なんかどうしよう、うわ、あ、今度は3人になった。はじめ3人になっちた。どうしよう、どうしよう。あ、なんかワニちゃんなんかディスコくれてる。まあ、この喋り方が気になる方が、まあ、多いのかなと思って、あの喋り方の語源を伝えたいんだけど、まあ、まずこれは仲のいいお友達と喋るときにこうやってなるのね。
で、まあ、どうしてこうなるかっていうと、はじめね、普通に喋れるんだよ。普通に喋れるんだけど、なんか、心に生まれた感情を、できるだけ、そのままこう口からビャーって、音にビャーって、すると、こういう感じになるの。本当って、本当にできるんだよ。本当にできるんだけど、なんか、この生まれた感情をこっちからブワーって出そうとするとこういう感じになるの。これがだからなんかこうね、自分らしい感じなんかなみたいな思って見て、これアップでまだ見てもらったことないかなと思って、バンペンがね、書いてあるの T シャツに。可愛くない？まな板のためじゃねえ。で、見て、はじめさ、あるんだよ。高価なの、膨らんでんの。ちゃんとほら。ね。わかるかい？君だで。膨らんでんだで。高価だで。あ、それなんで番長なのかって気になった方もね、いると思うんですよ。なんか、こう、喧嘩に強い感じの番長ではなく、はじめの中の番長は、なんか、特にこう、学校とかクラスだとさ、グループとか分かれちゃうじゃん、なんか。で、分かれちゃったら、なんか、趣味が本当は合うのに、仲良く、こう、できなかったりとかあるじゃん。なんか、それを、こう、取り持ってくれるみたいな。クラス全体分かれてるグループを、こう、この番長の元でだったらみんな縁になれるよね、みたいな。それぞれ違う、こう、性格とか趣味とか、好きなもの違ったりするけど、この人の元でだったら、あ、なんか、あ、そういうのもいいかもね、みたいな。いろんな好きを、こう、分かち合える。なんか、こう、リーダーじゃないんだけど、輪っか作れる人ねえ、なりたいな、そういう人がいたらいいなって思ってて、そういう番長になりたいな。おぱちこん、おじちゃん、え、今日できるんだけど。おー、ねえ、ほな、できた。わあ、こうやってな、成長していくんだ、毎日。ウェイクできなくてもできるなるっていうね。これが一歩進んで、ん？三歩進んで一歩進むってことよ。やっぱ下がるってことないかな。何事もやれば下がるなんてことないかな。自分のことも褒めてあげなって。いや、よどてじゃうや。おまっすぐみうや。よどてらもじゃ。ありがとう。え、どんなんだっけ。漠然としたファン、欲していたファン、日常に違和感、うんざりしていた、見慣れたり、消えたりな眺め、理屈を超える変化を求めていた、窮屈で退屈な日々の中、突然君は現れた、全身の細胞駆け巡るように、走り出した未完成のストーリー、いつものいくじゃん。はい、うん、レイチャーとウィーアーリリオース、はじめとラプラ先輩に対決してもらうテーマはこちら。あ、早口言葉対決。いけるいける。違う、え、なんか負けに来てる。いや、違いますよ。いや、ラプちゃん、舐めてますか、はじめのこと。ラプ様の、いや、ラプちゃん、ラプ様の舐めすぎだ、これは。なんだと。いや、はじめ、早口言葉右に出るやつはいないって噂なんだな。本当に、うん、あんまり説得力ないけど。いや、うん、あるうん、あるあるある。ラブちゃん先輩、意気込みとかどうですか。いや、我が輩はね、やっぱり常に早口言葉で喋ってるオタクなのでここはとても自信があります。あ、説得力がある。はい、さすがですね。あ、よろしくお願いします。いきます、どうぞ。え、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ、隣の客はよく書き食う客だ。え、すごーい。ラップラス、すごーい。やったー。お
い、どうなってる。やばい、無理だ。ヤニヌネノは無理だ。やめてくれ。大丈夫、ヤニヌネノとポリポリプリディオは無理だ。ラブちゃん先輩、頑張ってください。どうぞ。バナナの謎はまだ名のなだだだぞ。バナナの謎はまだ名のなだだぞ。いくぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。おーすごーすげーな、番長なんだよ。これ始めるこっちやろが。これはダメヌネの技。でもさ、待って待って、そうなるとさ、よしよし、はじめちゃんだけがあれ、じゃあさ、あの我が輩がリクロスになるわ。イエーイ。これどこしよう、ここしよう、ここしよう、やったやった、いいよいいよ、ここしよう。めちゃめちゃありがとう、来てくれて、おしゃれさんやばいと。ということで、まずはあのに、いやデビューする前からちょっと振り返っていきたいんですけど、デビュー前な、あのまあ初めやっぱちょっと X とかもあんまりなんか分からなかったし、あのなんかしかもなんかこうな、いや今からデビューしますぜみたいな時やね、あのなんかこうすごい急激にいろんな情報がね、こうバーってこう初めのところに入ってきて、なんか全然ね、なんかえ、わかんない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 みたいな、そんな一気に言われてもわかんないわかんないみたいな、なって、もうなんか X 始まる前にまず一回ね、不安が積もって、あの大号泣をしました。今年で初めて泣いたのはそれでしたね。でもなんかその時に、なんかリグロスのメンバーみんなが、めちゃめちゃ、なんだろう、大丈夫だよ大丈夫だよって、なんかもう何でも言ってねみたいな感じで、まあ、言ってくれて、無事ね X 始動することができましたっていう感じですね。まあ、漠然とした不安が爆発したみたいな感じでした。で、その後指導して結果どうだったのかっていうと、みんなやった熱かった。で、まあ、まだ2週間だけど出会えたことに、どういうことしたラブラブということで、本当にね、なんかなんだ、はじめこんなにたくさんの人にな、こう見に来てくれたりとか、こうお言葉もらえたりとか、お絵描き、お写真撮ってもらえたりとか、なんだろう、こういろいろねしてもらえるとは思わなかったので、なんか世界が本当に2週間で一変していて、感謝しかないなという気持ちですな。わ、みんなもやってる、ラブラブ。これな、みんな、ラブ&ピースになるから使ってみた。これからも思い出たくさん作ろうな。これからもよろしく。まっつぐみや。